は殺しの番号は、テレンス・ヤング監督による1962年のアクションスパイ映画。出演は、ショーン・コネリー、ウルスラ・アンドレス、ジョセフ・ワイズマン、ジャック・ロードラで、イーオン・プロダクションズ制作の、ジェームズ・ボンドシリーズの第一作目である。原作は、イアン・フレミングの小説、ドクター・ノー。制作は、ハリー・サルツマンとアルバート・アール・ブロッコリーが担当し、 この関係は1975年まで続いた。砲台は1972年の最上永時に007ドクターノーに変更された。時代は冷戦真っ只中。アメリカの要請で月面ロケット発射を妨害する不正電波を防ぐ工作をしていたジャマイカ駐在の英国秘密情報部の情報部員ジョン、ストラングウェイズとその新人助手メアリーが消息を絶つ。 秘密情報部は、リモートコントロールによって、ジャイロスコープコントロールを狂わせる装置が使用され、その発信位置が、ジャマイカ付近であることを突き止める。秘密情報部のエリート情報員、007こと、ジェームズ・ボンドは、その操作を命じられ、ジャマイカのキングストンへ飛ぶ。アメリカの月面ロケット打ち上げを目前に控え、ボンドは、 同じ理由で同地を訪れていた CIA のフィリックス、ライターと知り合い、クラブキーの所有者ドクター脳が怪しいと知らされる。領事館の運転手になりすました、ジョーンズ、ボンドを偵察するミスターロ、スリーブラインドマイスと名乗る殺し屋3人組、ドククモタランチュラと6連発式連弾銃を使う、デント教授らを、次々に、ボンドは撃退した。を持たしてボンドは、島の漁師、 クオレル、そして同地で出会った美女、ハニーライダーと協力し、その妨害者の発見と危機回避のため、近づく者は無事に帰ったことのないドラゴンの伝説があるクラブキーへ乗り込む。だが、クオレルはドラゴン戦車に衝殺され、ボンドとライダーは運転手に捕獲され、脳の秘密基地に連行された。そこで全身を放射線除去洗浄の後、 睡眠薬入りのコーヒーで意識を失ってしまった。目覚めると、彼らは中国系ドイツ人科学者で、表向きは、防気サイト鉱山業者である、ジュリアス・ノー博士からディナーに招待される。彼は、中国の犯罪組織トングの元メンバーで、研究中の放射線被曝のために、金属の義手を持ち、現在は巨大な謎の犯罪組織、スペクターのために働いていた。 脳博士は、カナベラル岬からのガツロケット発射という、アメリカ合衆国のマーキュリー計画を失敗させる、ことを計画していた。彼はボンドスペクターのメンバーに採用しようとしたが断られ、脳は、怒りで、金属製の置物を義手で握りつぶす。夕食後、ライダーは連れ去られ、ボンドは警備員に破壊いしめにされ、殴られた上で、高圧電流の流れる。 窓のある独房に投獄される。ボンドは、独房の通気口から脱出し、原子炉の作業員に紛争して、原子炉プールを備えた脳の管理センターへ潜入する。アメリカのロケットが離陸すると、ボンドは、原子炉に過負荷をかけた。妨害に起こった脳は、ボンドに、義手で殴りかかり、二人は、原子炉プールに降下していく昇降機に転落して、格闘する。脳は、 金属製の義手が滑って、はしごがつかめず、プールへと姿を消す。ボンドははしごを登って、原子炉プールから脱出、管理センターから出て、ライダーを見つけて解放した。二人はボートで島を脱出し、脳の秘密基地全体が爆発した。ボートが燃料を使い果たし漂白した後、彼らは英国海軍の船に登場したライターによって、発見され牽引してもらう。 ボンド・トライダーは、ボートの中でキスをするシーンで幕が閉じる。主人公のショーン・コネリー・ボンドガールは、スイス出身のウルスラ・アンドレスが選ばれた。アンドレスは、非常に、キャリアの長い女優で、50年代から活躍していた。彼女は、007、ドクター・ノーの後に、何かいいことないか、子猫ちゃんや、007シリーズ番外編、カジノ・ロワイヤルにも出演している。 アンドレスは、プレイボーイ師でヌードを披露したこともあるように、魅力的な女優で歴代のボンドガールのセクシーさを選ぶ投票でも1位に選ばれている。そのため、男優を引きつけ、亡くなる前のジェームス・ディーンや、ジャンポール・ベルモンド、ライアン・オニールら、多くの男優と浮き名を流した。悪役のドクターノーはフランス語圏カナダ出身のジョセフ・ワイズマンが務めた。ワイズマンは、 革命児サパタでマーロン・ブランドと共演。その後、許されざるものでは、バート・ランカスター、オードリー・ヘップバーンとも共演した後、レイレイナナの悪役に抜擢された。彼はレイレイナナの後には、チャールズ・ブロンソン主演の名作映画、バラキで暗殺される、マフィアのボス、ドン・マランツァーノを演じている。もともと舞台出身の俳優で21世紀になっても、 ブロードウェイの舞台に立ち続け91歳で逝去当初は007サンダーボール作戦が第一作になるはずだったが、著作権に関する訴訟問題から暗証に乗り上げ、SF 色のある第6作ドクターノーが選ばれた。結果的に、米ソの宇宙開発競争や偶然にも公開時に起きたキューバ危機などから時事性を帯びた作品となった。 シリーズ第一作である本作は100万ドルというシリーズ中最も低予算で制作されたが5900万ドルもの工業収入を上げ1962年の映画の世界工業成績ではアラビアのロレンスの7000万ドルに次ぐ第2位となった0 0七は殺しの番号の題名で1963年6月1日東京はミラノザ パンテオン、銀座スバルザの都内参観で、ロードショー公開された。事前の評価は、さほど高いとは言えず、配給収入5780万円という結果で、同年公開された1963年度の外国映画配給収入で、ベスト10には入らなかった。モンティノーマンが基本を作ったジェームズ・ボンドテーマが、メインテーマとなった。 そのモンティ・ノーマン・オーケストラのバージョンもあるが、ジョン・バリー・オーケストラのバージョンは、イギリスのミュージック・ウィーク誌で最高位13位を獲得している。アメリカではチャート入りを果たせなかったが、同サウンドトラックアルバムは、ビルボード誌アルバムチャートで最高位82位と検討している。なお、復刻版がリリースされており、現在でも入手可能である。 クレジットタイトルの後半に、短いが、歌のある、キングストンカリプソがある。劇中にも挿入歌、マンゴーの木の下でが流れる。TBS 版初回放送、1976年4月5日21時2分 -22、55、月曜ロードショーシリーズ50周年を記念して2012年に、キングレコードから発売された特別版 DVD に収録されている。 テレビ放送吹き替え完成版の保管部分のキャストは DVD、BD 版の流用 DVD、BD 版から、初出、2006年11月22日、発売 DVD、アルティメットコレクション。ありがとうございます。